今回はですね宇宙最大の謎に挑む素粒子ニュートリノ研究の最前線と題しまして宇宙のですね真実に迫りたいと思いますではですねこれそもそも素粒子物理学ニュートリノとは何なのかというのをですね難しい話を簡単にたださんにご説明いただければなとはい、思っておりますえっとですねああのまあ、我々の体ってもともと何でできているのかっていうのはこれはあの原子でできているぐらいまではよく学校の中でもなれますよね、はい、えー、その原子っていうのは実はその もともとはあの100年以上前はそ,のそれが一番元になるもんだと思われてたんですがその,後そのまあ100年ぐらい前に実は原子には中身があるというのでその中身をこうあの調べていったら実は最終的にはこの素粒子というものでできていると。で今のところ素粒子よりも細かい構造はないとあの見つかっていないので素粒子というのが一番究極に小さいものであるというふうに言われてます。非常にもう小さくてあのあのメータータととかで表すともう 十のマイナス十七乗とか、もっと小さいですね。あの大きさがあるとも思われてないので、もしかしたら大きさがないかもしれない。その一番小さい究極の粒子をまあ研究するのが僕の仕事です。ちなみに素粒子っていうと電子も素粒子です。うん、電子だって皆さんその電気使ってる電気って言ってるのは電子ですから、あのああいうのも素粒子の一つで、それでニュートリノもまあその中の一つなんですね。うん、ニュートリノは電子と違う電荷を持たないって意味っていうことです。よくご存知ですね。その通りです。うん ニュートリノっていうのはあのニュートリノのニュートリっていうのはあのニュートラルなんですね。ね<ー>ニュートラルという意味でつまり電荷を持っていないっていう、うん、そういう意味なんで電気を持ってない素粒子なんです。うん、なのであんまりこれまで性質がよく知られてなかったっていうのがあってそれでそれをより研究しようというのがまあ目的になってます。はい、このニュートリノ分野でタダ、はい、さんが研究しているということはどういったことになるんでしょうか。はい、そうですね本当は素粒子っていうのはですねあのすべての元になっているから変わられたら困るんですよね。 変化しないもんです例えば電子って皆さんの体作ってますけどこれがなんかあの突然違うものに変わったら皆さんの体なくなってしまいますからえらいことですよね普通それをって変わらないです。ところがニュートリノだけは他のものに変わる性質があるんですまあ、これも実は20世紀の終わりにようやく知られたことなんですけどもだからそれをどのように変わるかを調べてるっていうものですねじゃあ具体的にどうやってるかというとこれはニュートリノを人工的に作ってるんです ニュートリノってじゃあ人工的にっておかしい話聞こえるかもしれませんがあの全ての元になる素粒子なんでどんなものにも入ってるんです簡単に言うとどんな原子核にも入ってるんで原子核を壊せばニュートリノが出てきますんでそれでニュートリノを取り出してそれを3 0 0キロ離れたその作った場所から作った場所はちなみにあの茨城県の東海村というところでそれで作ってるんですけどもそこから3 0 0キロ離れた、まあ、これはあの名前をご存知かもしれませんがあのスーパーカミオカンテ ちょっと有名になったそのニュートリノの検出器ですけども、そこに向かって300キロ飛ばして、その間にどんな変化が起こっているかを見るということなんですね。どういうふうに変化するんですか？ 実はです、ね、ニュートリノって一言で言っちゃいましたけど本当は3種類のの素粒子の総称なんですね、はいはい、電子ニュートリノミューニュートリノタウニュートリノって言うんですけども、うん、あのこの僕らが作るのはタあのミューニュートリノです、はい、このミュートニュートリノが時間とともに、はい、タウニュートリノとか電子ニュートリノに変わるんですよ。はい、でその変わる時の様子をどれぐらいの割合で変わるのかとか、うん、どんなそういう変わり方を。変わってるっててることは、はい なんかもっと細かいものがあったりするんということを示唆してるそうでもないそう,そうですよね普通考えたらそうですよね、はい、素粒子なななんだだかからら普通は変わるわるけががくて、うん、中身構造がなかったら無理だと思いますよね、うん、ここがね非常に素粒子の難しいところで、うん、実はですね中身の構造粒子のようなものないんだが、うん、波動関数というその素粒子は実は波であ同時に粒子であるとともに、うん、波であるという性質があるんですがその波が3種類の波が混じってるい 混じった状態、で、その三種類の波,波っていうのは、実は上がったり下がったりするのが分かるように。うん、あの、その、どんどん時間とともに変化するんですね。うん、だから、その構成している三種類の波も、時間とともに、こう変化するんです。三、うん、つの波が同時に変わってくれたらいいんですが、そうじゃなくて、バラバラに、こう波が上がったり下がったりするわけです。うん、で、その時の、その上がり具合で、その三つのニュートリノに見えているというだけなんです。な波っていうのは、はい。 なんでその波は発生してるんですかこれはね発生してるというよりかはもう最初から存在し、はい、え消すこともできないしあ消すことできるのはできる今日,ちょっと今日の話でもあるんですけどもできるんですがあの粒子として生まれたら実は波としても同時に存在してる生まれてるんですねでその時にもう最初生まれた時からもう振動しちゃってる、うん、波として。はい、波自体が性質ってことですか そうですね波自体がどれぐらいこう時間とともにこう変わるかっていうのがその一つで波って本当に全てのものもにありますもん、ねはい、そうなんですね、はい、さっきの電子なんかも実は波の状態であるというふうに言われてるんですよね、うんうん、そういうふうに全てのものっていうのは全部時間とともに変化しているそれが一番よく現れているのがニュートリノぐらいに思ってもらってもいいかもしれませんあ、はい、変わりやすいそうです それは何で変わりやすいんですか、ね、これはもうあの神がやったとしか言いようがないんですが、うん、実はその、えー、と電子なんかは変わりにくいんですよね、うん、でも全く変わらないわけではないだろうというのが今のところの理論なんですただその変わったのを見た人がいないんですけど、うん、でニュートリンの場合はすごく変わりやすいのであのそれを観測できる